レオン師匠のふかつり彫りレオン師匠こんにちは。はい、こんにちは。今日もよろしくお願いします。ます今日はですね、メバリングについて2つほど面白い質問をいただいております。うん、1つがですね、うん、メバルを釣るときのっきのなくし方について教えてくださいという質問です。もう1つがですね、 この5月、6月のシーズン終盤のメバルを狙う場合、どのような場所、条件を選ぶべきでしょうかという質問でございます。なるほど、なるほど。えー、っと、じゃあ答えやすいさっきの方からいきましょうか <laughs>。お願いします。<laughs> そうなんですね。はい、<laughs> さっきか。うん。なぜその人は、あのー、 さっきが出てるからっていうふうに思ったのかな。もうもう少もう一回読んでみてさっきの人質問ちょっと実は質問長くてですね。ああでしょう。わかんない、まあ、あ,<の>あれメバル釣りをしていて、うん。一頭目から釣れることが多いです。うん。でも欲張って再度こう仕掛けを投入していくとなかなか釣れなくなってしまう。なのでそこでこうさっきが伝わってしまっているのではないかというお悩みです。 ああなるほど。<laughs> あの、質問者の方ご覧になってたらごめんなさいね。多分僕、過去に動画でね、何回か言ってんだよ、それ。ほうほうほう。あの、さっき消さんとダメだなとかね。<laughs> うん、だから、あの、ぶちぶち文句言ってる時の俺、よくヒットさせてんだよ、動画の中でも。ああ、確かに。 うん、な,なんか文句言うと釣れるよね <laughs> みたいなその「<laughs> ーっかーッて構えてるから釣れないんだよけんもう気抜いてだらんとしてやらなきゃ」みたいなことをあの僕の動画をたくさん見られてる方は <laughs> かもしんないねその人そうですねうんごめんなさいあのあれ100%本気じゃないからね <laughs> 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 さっきが伝わるってライン通して。 まあ、ゼロとはねちょっと僕も言い難いとは思うんだけどさっきの問題じゃないよね多分、うん。多分としか言いようがないんだけどあの気合い入れすぎると大体物事って何でもうまくいかないじゃない肩の力入ってカやってたら。だ、うんねうん、からそのさっきが魚に伝わってんじゃなくて、えー、やっぱり投げる場所であり流し方スピード巻きくスピード どこで食わせるかっていうようなそのどうしても魚釣りしてたらあるわけ、うん、特に流れがある場所でメバルする時なんか結構明確で、うん、アップに投げて軽いこう少しずつ流しながら巻いてきたりとかいろいろやるわけじゃん、うん、そうするとその食わせるポジションっていうのは特に僕らはね仕事でやってメバルの動画なんかを撮影するのにこう説明しなきゃならんから。 ここら辺にメバルがいますと上流投げてこう流し込んでここで食わせるイメージで今からやりますねほら食ったでしょっていうのがもう僕らの仕事なわけさそうするとねこの質問者さんの質問で起きがちなのがとりあえずピュッと投げたら1投目で食ったっていうのは、えー、食わせの場所を考えずにとりあえず投げたんだと思うとりあえず投げてポチャンという音で。 多分メバルが寄ってきたか、えー、うまくいるところに投げたんじゃないかなと思うんだけどそもそもそのメバルがいる場所に直撃するとよくないのよ。うんうん、で僕の経験で言うと匹匹に50匹メバルがいましたそこへジグヘッドをピュッと投げてポチャンと落ちた時にここに何匹かいるメバルがどうするかって言ったら。 8割9割方パッと散るんだよね。うーん、なるほど直撃すると。うん、で、<laughs> 逃げないやつがいるのよ。はいはいはい。ポチャンって言ったら逃げるどころか、うんって来るやつが。そいつが釣れちゃうんだよ、先に。なるほど。っていうことも考えられるよね。うん、うん。まずそれが一つ考えられるな。で、2匹目がなかなか釣れないって話だよね。はい。 これはねあのー、メバルの数がかなり少ないポイントでは起こりえると思うものすごく静かであるとかね風が吹いてない波も入ってこないわずかな物音でもメバルがその気配を感じる場所では起こりえると思うのよこれはね僕が師匠たちと一緒にメバル釣りを 僕がメバルを教えてもらった頃に、あのう、磯にも行くし、堤防にも上がるっていうロケーションでね、スパイクシューズ入っていくわけね。はい。怒られたもん、先輩に。おお<ー>。お前はな、スパイ、クガチャ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 、全部メバル逃げるだろうがって言われた。ははははは。なるほど。そこも影響するよね。うん。で、そんなこと意に介さないメバルもいるわけ。うん。ごく少数。 だからその子だけは食うけどあとはスパイクでジャリジャリ言わせたりとかさ背中に明かりさおって影をボーンと水面に落とした状態で食ってくれる人のいいメバルは一匹しかいなかったとあとはうわーレオンが来とるわ影でわかるわってダーッと逃げるかもしれない <laughs> <laughs> そういうことがあると思うのね、うん、だからまあさっきが伝わってるというよりはも と分かりやすい物理現象だと思う足音を立てないできるだけ水際よりもちょっと離れたとこからキャストする姿勢は低くするまあ釣りの基本でしょうこれでも、うん、何釣りだろうがだからその辺が気になるんであればやっぱりねその辺を注意してください特にメバリングとなると明かりを背負って釣ることが多いので影が必ず水面に落ちちゃうだから自分の影が水面に落ちる角度で釣っちゃダメです あ,なんかあの辺メバルライズしてるなとかパッと堤防がら覗いたらあここメバルがいるわと思ったらそこに自分の影が落ちないとか魚から見えにくい場所に移動してそこからアプローチするの、うん、そうするとメバルにやる気がありさえすれば釣れ続けるはずですなるほど、うん、でも言っとくけど投げた場所に1匹しかいなかったっいうことも考えられるからね確かに はい、<laughs> ああわあこの質問に関してはそんなとこですね。<laughs> はい。次の質問お願いします。次の質問がですね、この5月6月のシーズンのメバルの探し方ですね。あ、うん、<laughs> こんな時期にメバルの質問されるから変だなと思ったんだよ。<laughs> なるほど気合いが入ったメバルさんだね。そうですね。うん。 いつもいつも僕お願いしてるんだけどなかなか皆さん理解してくださらないのがどこで <laughs> どんな場所で, <laughs> で例えば九州です長崎ですとかね瀬戸内です山口ですとかさ東北です日本海ですって書いてほしいんだよね書いてないあすいません今回の方はです、ね、中部地方です。あ中部地方か 中部地方ね、なかなかメバルが難しい場所だよね。うん。5月、6月はい、5月、6月です。うん、はい、はい。えっ、ー、と、結論から言います。あの、5、6、7、8だからメバルが釣れないなんてことはないです。ありえない。ほうほうほう。うん、だって、釣れないってこと餌食わないってことでしょ。はい。なわけないよね。うん。 で質問者の方はそこ分かってらっしゃるんですよ、その文章だったら。うん、そうじゃなくて、どこにいるんですよ、どこを釣ればいますかっていう質問だと思うの。これはね、もうメバルがなぜ、えー、5月、6月、あた暑く、気温が高くなっていくごとに、えー、岸から釣れにくくなるかっつったら、メバルはやっぱり冷水を好む魚だからですよ。うん、つまり水温の問題でしょ。はいうん、そうなると、 水温が安定してる場所っていうのが一番キーワードになってくるんです。うんうん。で、そうね。一番わかりやすいので言えばね、例えばメバルシーズンとこう入れ替わるように釣れる魚っているよね、何種類か。うん。うんとね、わかりやすいので言えばアオリイカとか。はいはいはい。アオリイカがなぜ五六ぐらいから釣り始めるかって言ったら、水温が二十度。 うってて入くんだよね産卵になぜなら20度以下の水温では子供がうまく育たないうん、うん、なぜ子供がうまく育たないかっつったら餌が少ないんだよなるほど15度とかじゃで20度超える日本の沿岸において20度超える海域っていうのは20度超えると、えー、例えばアジがあの孵化したりメバルもねうんうん 食べやすいサイズに育つわけだアオリイカの赤ちゃんでも捕まえられるサイズで身の回りにたくさんいる。何を言いたいかというとそういう水温になった頃にコ、えー、メバルがたくさんいる場所小アジがたくさんいる場所を想定してアオリイカって卵を産んだよね。うんうん、産む時にはいないんだよアジの子もメバルの子も。なるほど卵産んでアオリイカが卵産んで我が子が孵化した時に。 餌がないと我が子死んじゃうから、うん、必ず小魚がたくさん生まれるであろう場所に本田原だとかアマモだとか、うん、でアジの卵をア,アジが絶対ここは産卵来るよってのお母さん呼んでそこに卵産むん、ねうん、うまいことできてるよね。<laughs> 確かに、うん。これがね一つキーワードです。うん、で僕ねスキューバーやってたからよくわかるんだけど。 アオリイカが、えー、卵を産むような場所はあの水温が安定してる。おーなるほど、うん、なので、メバルもよくいる、かなり水温上がってきても。うん、でもう当たり前に分かりやすいのは、ウィードがたくさんあるところは水温安定します、も藻がたくさんあるところは。控えはできるし、うん、そ,そもそもその冷やしてくれるので、海藻がね、温度 だから一つはね、ウィードエリアです。で、えー、もう一つは塩通し。うん、湾内のあまり塩が浮かないところは、日中、上がった水温が夜もあまり下がらずにっていう状態が続くので、メバルがそれを嫌って、ちょっと深場にメバル下がるんだけど、やっぱり岸際が餌食べやすいよねっていうんで。 えー、水温がそう高くならない岸際の小魚等がたくさんいそうなところにはね、5月でも6月でも7月でも、僕は8月にね、あのこれは島根県の浜田市だったけど、はい、8月にメバルがめちゃくちゃボイルしてる場面を何回か見てる。お<ー>うん、それ、磯釣りに行ってた時なんだけど、た、えー、だいつも釣ってる公安部にはいないんだよ。なるるほどでも磯行くといんんんんだようんうんうん あすげえなと思って。で、えー、次の機会に行ったときにあの、その磯行った時にあのえっ、ー、と7月、8月だったから何釣り行ったんだっけな、忘れちゃった。メバルの用意していってなかったのよ。次の週、メバルの用意していったのよ。はい、そうするとね、朝方釣れるんだわ、やっぱ。1>, お<ー> 1, 1時間、2時間ぐらいは。うんうん、それはもう、大きいそうだし、塩通しはいいし。 で、潮の、潮としがいいから、日中上がった水温でも夜のうちにある程度一定量下がるじゃない、水温が。はい。うん。だからそこには、まだ日が昇るまでの間にはメバルが捕食しに寄ってくる。うんうんうん。これが一つヒントだね。たくさんあるんだ要素が。うんうんうん。あとね、あのー、底質が砂利系、系はいはいはい、砂利。 砂砂利系の湾の底質が砂砂利系で、えー、もし見れる状況にあればだけど上の道路からこう見たら水がきれいでもの、はい、場所が見えるようなところ水が汚くてもあの湾内の藻が見えるようないようなとこは難しいと思うけど湾の中なのに真ん中辺なのに藻があるってことは そこね結構な確率で伏流水湧いてるのよ。ああ、なるほど。うんで、伏流水が湧くってのは、水が湧いてるわけじゃだね、たから。はいで、水温絶対安定するよね、山の中から地下通って湧く水だから。うん。うんここで、ね、えー、っと、これキーワードだから覚えておいてね、6月、7月ぐらいに海エビのね、孵化が始まるのよ。ほうほうほう。で 海エビって伏流水のそばで卵産むんだよ。うーんでメバルはそれを知ってるからそこ集まる。<laughs> なるほど。涼しいわ、もえー、海海赤ちゃんいっぱいいるわ。うんうん、これのいいとこ見つけたら、あのまあ友達が見つけたところでやったけどね、僕、広島でも。もう真夏、8月に入れ食ったことあるもんね。えー そこはね一つヒントで言うと大潮の日に一番潮が引き切った時に歩いて出たらブレイクがあるんう,んう,んうん。そこにもが立ってるのよだから普段潮位が高い時には通ってい行ける場所じゃないのようん広島ぐらい潮位差が、ね、あるとね、えー、大潮の日に最大限引き切って だその砂止めのようなとかってポコンと落ちてるんだけどはいいつもは足元まで潮があるのに大潮で引き切ったのね1 5 0ートルぐらい沖まで出れるんで歩いてあーなるほど、うん、そしたらポンって落ちてんだようう <laughs> うんうん、うん、で当然潮渡りもいいしそこ藻が生えてるわけ、うん、で伏流そこは伏流水絡んでないかもしれないけど 毎年夏ににそこにメバうんうんだからそういうその土管町で引いて随分前へ出れるような場所を探すっていうのが一つと、えー、海岸道路があったらちょっと高いところから双眼鏡でこう見て、うん、なんか妙にそこだけ水がきれいなとこがあるよこう湾の中の真ん中だけちょっとこう上から見たら水がきれいなとこっつったら。 はい、それ高確率で副流水なんだよ。なるほど。それめっけたら、ええー、七月は通った方がいい。<laughs> うん。なぜ？海エビが孵化する時期だから。なるほど。アベに来るんで。うん。あとはなんだろうな。あとはねゴロタもいいね。おゴロタはいはいはい。塩ええー、とまあ普通メバルってみんな湾内で釣るじゃん。はい。湾の中でこう出た 堤防から釣釣るじゃなないみんな、うん、それは冬の釣りだからだから水温が高い時期には湾でも湾の入り口あたりのこれ磯に行くしかないよ。岬を状になってるところとか海岸道路がグンとこう突き出たようなところがあるじゃない、はい、この海岸道路が突き出たようなところからこう岩がガ,ガガガガって馬の背みたいに海の中降りてるところ。 うんで潮が早いところこういう場所は7月8月でもね朝一はメバルが浮く餌たびカートから上がってきてこれをね僕らなんかメタルジグで釣ってたお<ー>メタルジグでも釣れるし比較的飛距離の出る例えば、S えー、新編ねうん SPM なんかのようなそれで朝一だけなんだよねなるほど夜釣れないんだよ でも朝暗いうちに入って明るくなるまで投げ倒してるとわーっと集まってきたやつが突然パタパタパタっと食い始める。うんうん、でもっと効率がいいのは海岸線が見えるぐらい明るくなったら車で走りながら海面をよーくチェックしてはい、うん、あのねライズしてるからお<ー>これ冬場にはあまり見ないんだけど 僕はあのー、アオリイカエギングの初期の頃だからやっぱり25年か30年近い前ぐらいかな昼間にアオリ釣れるんだってあの茂美紀弘の初トラックの <laughs> ビデオを見てから探しに行ったの瀬戸内へねで昼に釣りたかったわけよそれまでは夜ばっかり釣ってたんでアオリイカを、はい、で海岸線走らせてたら 助手席のとも友達が「あっ、さんちょっとちょっと止まって止まって」って言うから「何何?」って道路脇をしたら「あれみたいあれ」ってって確かによく見るとな「なチプチプチ」ぐらいの。うん,うんうん。粘るのライズなんてね道路から見たらほぼ見えないぐらいで繊細なんだよ。なんかプチ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 やっとるよ餌がおるよとあそこならおるいるよって言うから「ああ分かった分かった」でちゃんと止めて。 エギプラ下げてガーッとみんな降りて2人で行くわけそこへはいそしたら見えるんだメバルがおお<ー>あれメバルじゃないかっつって,ってまた走って車行ってメバルタック持ってきてジュエッド持ってきグエ投げたらね2 4四5ばっかりがね入れ食ったりとかおお<ー>あれからね結構ね要するにエギングを始める時期ってゴールデンウィークぐらいからでしょ皆さんそうですねはいその時期からあの朝一のメバルのライズってね えー、中部地方の海だったら僕は見れると思うようん、うん。夜が明けてメバルライズ探すってのも一つ持って。ゴロタバで仕落としにい,いとこで起きやすいですよ。高いところから伏流水の存在やえ生きてるウィールドが濃いエリアを双眼鏡でも持ってって上から探す。うんうん、うんうん、このとこかな。 なるほど結構いろいろありそうですねいろいろありそうだねしゃべってるうちに今度思い出しちゃった、うん、<laughs> うん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 あと日中だとワームが効く時とカブラがいい時とあるからねはいはいはいうんあのメバル用のカブラあるんでしょブリーデンさんとかまだ作ってんじゃないはいはい多分あると思いますね、うん、なかったらあの普通の土佐カブラでもいいから15とか 12号とかね。ぐらいの,のカブラをスプリットシンカー打ってリーダー取って、その先にカブラを。あカブラを使うとき結んじゃダメよ。はいはいはい。知ってるキューベイ。あのコブで止めるんでしたっけそう。カブラって0.2グラムぐらいのシンカーがついた、針がついてるんだよね。はい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 。撤去費がピュッとある。うん、ことんがったシンカーに穴,穴がこう、斜めに開いてるね。 シンーに対してこう開けたるよね、穴が。はい。うん。えっ、ー、と、これが針ね。こう。で、ここにシンーがあるんだけど、シンー、こう穴が開いてるの、こっちから。うんうんうん。こう入れて、ここでこぶぶすんで、内側にこぶこないとだめだよ。はい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 、なるほど。うん。その針先を、<で>その。 こう引っ張る方向に結んじゃダメここ穴に糸通してこう結んじゃったらもうかぶらがこう回らないのでだからラインスルーねでム三、えー、2ラ3使用に応じたシンカーつけてピュッと投げてでかぶらでメバル日中メバルする時のコツは投げてメバルがいいそんなレンジまで沈めたら、まあ、まずはリトリーブなんだけど。 うんうん、間でツンっていうのを必ず入れる。これがコツ。うん、さあこんなもんでしょう。<laughs> このらのいくつかの、えー、要素をねプロットを頭に入れて探していただくと、えー、5月6月普通に釣れます。ただ場所がね 冬の鶴のように、明かりがあるとこ行けば、なんとかなりますよ、というのと、ちょっと違ってね。うん。うん。明かりとは関係ない要素に、メバルが集まる。るだから、普段明かりがついて。いる場所で、釣ってる場所には、メバルいなくなってます。うん。どこ行ったのっていうの知りたかったんだよ。質問者の方は。そうですね。うん。水温が安定してる場所。はい。ということでございます。 ありがとうございます。でも、その5月、てかまあ6月ぐらいのメバルをこうばっちり探し当てられるようになると、かなり、あれですね、場所探しが上手な人というか。そう。うん。おまけにね、六5、6のメバルってめっちゃひき強いよ、低くよ。ああ、そうですよね。うん、あともう一つ、強いメバルが一番おいしいの。ああ、そうなんですね。 メバルの旬だとか言うんだよみんな一月二月に。はい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 。ダメだよなカスカスメバル食っちゃう。<laughs> メバルの旬は六月なの？なるほど。取れる旬と味の旬は違うからね。うんなるほど。真夏になったらあのスーパーにタチウがザアと並ぶじゃない？はい。で旬ですって書いてあるじゃない？はい。 あんなもう三段絡みのカツカツのタチウオ。<laughs> タチウオの手法は2月3月なの ?7 つ <laughs>、うん、のタチウオなんかおいしくありません。<laughs> いろんなこと喋っております。はい。<laughs> いやでは今日もありがとうございました。はい、ありがとうございました。えー、視聴者の皆さん、えー、今日の動画についてのコメントがあったらぜひコメント欄までお寄せください。あと、この動画が役に立ったよ、面白かったよという方はぜひグッドボタンを。 あと、まだチャンネル登録をしていないという方がいましたら、ぜひチャンネル登録していただけると幸いです。はい、お願いします。じゃあ市長、今日もありがとうございました、はい、ありがとうございました。